ユニホンテレビ。大丈夫だと思います。これが万全だ。やっぱこれぐらいちゃんと揃えなきゃいけないんだもんね、山ってね。そうですね、ちょっとなんか多すぎるかなっても思いましたけど、でも安心だ。はい、まあ備えあれば憂いなしですね。じゃあ行きましょう。はい、はい、お願いします。山に入るとか、これ必ず。そうですね、はい。そうです。これ出さないと、遭難した時は分かんないから。そうですね、車が残ったっきりになっちゃって。あ、はい、ちゃんと出さなきゃ。そうですね、出しておくと、あ、この人かなっていうのが、はい、管理人さん分かるんですよ。で、登山者記録表を書いた後に入れるボックスの後ろに登山道情報があるので、出発する前には必ずこちらをチェックしていただければ。なるほど。はい。誰かな。去年買ったやつなんですけど。せっかく買ったから持ってきてみたんですけど。山頂の方で花盛りになってますので、それを見に行きましょう。はい。じゃあ出発します。はい。これウラジロヨウラクと言います。葉っぱの裏がね、白いんですよ。これでウラジロ。だいぶが最適性、いい感じですね。こちら祓川神社です。この間7月4日の日ですかね、12人ぐらい集まって組み立てておりました。あ、これ、そっか、あの雪の時は保護して、うん、保護して、あの赤屋根の小屋の方に入れてしまってます。なるほどね。それじゃあ最初の設計ですね。先日の雨でだいぶが溶けて、こう足を置きやすい感じでスプーンカット、
状になってるので、はい、スプーンでこう、すくったような感じの形になってるので、だいぶ今歩きやすくなってると思います。上りは、うん、大丈夫かなって感じですね。はい、下りはちょっと気をつけて、降りてきてもらわないといけないですけど。じゃあ、登っていきたいと思います。うん。この凍ってるとこね。で、設計からこう石段さ渡るときって薄くなってるんですよ。そこ踏み抜いてしまう、こうやってして踏み抜いてしまうと怪我する恐れあるので、こう足の踏ん場ちょっと確認しながら登らないといけませんね。うん、風が吹かない。うっすら男鹿半島、もうちょっと空気澄んでればね、はっきり見えるんだけど。きついっすね。自分の体の重さを感じます。先にここで結構生地重いすると、はい、後半俺は後半楽になんだけど、 あまり早く行ってもダメ。40分から45分ぐらいかけて、はいはい、ここは登った方が丁寧に登った、うん、のじのじは、はい、体持つのかなって感じです。よいしょ。ちょっと休みましょう。休みたいですね。冷たい冷たい、これは冷たい。ちょっと待って、冷たい。やばい。よいしょ。元気だ。雪の重い。やっぱ雪のこのってどうなんですか、この辺とか。まあ例年並みっちゃ例年並み。でももう少し先まで溶けてたよね、去年はね。ちょっと多いね。多いかな。多いってか消えれねえ。出るな。こちらからね。この間までここ雪の下だったからね。あ、うん、ミネザクラですね。7月にミネザクラ。これ本当は平場だともっと早いです。春とか、うん、荒井川だと
先月の頭ぐらいかな。へえ、すごいな、いっぱい咲いてる。この奥、雪解けの水溜まって池のようになる池塘ができるんですよ。池塘、池塘って言われる。行きますか。登れ。登るのは多分大丈夫。あ、大丈夫なんですか。あ、よかった。下りがちょっとね。なんかマグエで行きそうな。マグエライでも困るな。昨日あの桃焼けってわかりますか？わかりますよ。そこに一泊して。あ、そうですか。はい。教会山でよく登りますか？2回目ですね。去年の10月に来たんですけど、はいはいはい、その頃は結構天気が荒れてて頂上までは行けなかったので、今日天候いいということで、初めて100名山登るので楽しみですね。私あの大阪の方出身なので、はいはい、近くにそんなに高い山とか。そうなんだ、そっか。高山植物。ショートカットで。じゃ行ってきます。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ちょっとお願いがあって。そっち側に設計出てこう登られる方いるんですけど、ここ沢になってるのですっげえ深い沢なんですよ。まだ雪厚いんだけどちょっと怖いので設計の方は歩かないでほしいなって思います。深山大文字草って言って、七つ釜ってば なんとなくこの花のイメージです。安市新道分岐です。新道、右手に行けば安市新道で、うん、朝一だと私昨日朝一行ったんですけど、このズボンじゃないですけど大体この格好で行って、うん、山頂着く頃にはずぶ濡れ、崩れ、あの崩しそうもぐっちゃぐちゃ。だからもし朝市から安新道に入るのであれば、カッパーズボン履いていってもらった方がいいかと思います。まあ私昨日ピンクのテープつけてきたから、はい、間違うってことは多分ないと思うんだけど、はいはい、できれば行ったことある方と一緒に行ってほしいですね。基本あんまり一人で教会さん、うん、素人は特にですね、誰が登ったことある人と一緒に登っていただいた方が、多分こうやってしてあのガスってしまうと設計上だとわからなくなる場合もあるので、で下ばっかり見ていくから周りの景色わかんないんだよね、うん、そういうとこあるんですね。ここから大雪城っていうとこですね。
なんか断層が。これ口開いてたら嫌だな。全て落ちればいいけどね、頭から落ちない、あれザックおぼどくて、うん、こういけば石あるから頭ぶつけちゃうかもしれないから、ここ結構要注意ポイントです。これね、四つ橋大釜。あ、これ。うん。ここから20メートルぐらいかな、結構続きます。あとね、藻箱下からある。あ、うん、ここが一番こうなんだべ、石畳続いているところで、はい、あの両脇にカラカラってあるので綺麗かなと、うん。これは丸橋もつけ。これが鳥羽さん固有種の直下ヤザミです。と触ってみてください。ネバネバします。これまだもっと大きくなります。この葉っぱも痛いんですよ。痛い。ああきつい。もう少しです。根性はいるんでね、稲が、うん、そんなもん。あ、全員登るわけでねえのかな。去年は秋田の消防団、あ、消防団、あ、消防隊員だっけが、こっちやつだ、2人やインタビューで。今年は若いやつだな。はい、青の津賀桜と言います。と岩鏡ですね。大雪城の雪が消えると青の津賀桜がすごくいっぱい咲いてます。1.1 キロあるですからね。あとは意義してれば継ぐ。こっからは楽なんだ。楽じゃない。やっぱり。あ、マジで、うん、あのシャリ坂って、あの、はい、濃いとこいっぱいいっぱいあるから、あ、こういうのもっとなんだべ、ゴロゴロしてるから、そんなでかいやつですね、うん、一番疲れる、最後に一番嫌なとこある。
由利本荘。ああ、出身も由利本荘。そうです、はい。鳥海山じゃあ何回か登ったことあるんですか？いえ、僕あの由利本荘市なんですけど初めて。思ったよりきつかったですね。ああの足場とかも全然安定しなくて、本当に崖登ってる感じで、はい、頂上とかそういう何かを達成するまでにはなんかこういういろんな困難も仕事においてもあると思うんで、それに負けないで頑張りたいと思います。鳥海さん、メインの鳥海襖を。じゃあ。これ岩鏡。へえ。こうだ、いかに勢いをつけずに降りるかな。で足疲れてくると今度踏ん張り気がねもんだから流れていくんだよね、やっぱり。せっかくなので、ね、岩袋ですね。場所厳しいとこさ、最低いいと最低だりするんだよね、うん、いやそこにいいな最低んだけど危ねえ、でかいのやん、諦めるんだけど。いやこの環境で下げるってことはすげえと思うよ。水だってほれ雨降んねば、うん、寒暖の差は激しいし、辻だって栄養あるわけでねえからよ。すげえよ生命力。